らメニューを引き渡しいたします。平成31年9月27日三菱重工業株式会社取締役社長寺永修一、防衛大臣岩屋武志殿、護衛艦白根を上映しました。平成31年2月27日防衛大臣岩屋武志、三菱重工業株式会社取締役社長宮永修一殿、上院所管は訓練に精励し、一日も早く本艦が任務に即応しうるよう最善を尽くすことを期待する。本日ここに閉館期を記録されたのは上院所の上の喜びと申し訳ございません。任務のため出航します。